吉田さん14だけじゃないじゃないですか、次もやるじゃないですか。そうですね、うん、16、16もありますね。まあプロデューサーですけどね。いや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 、実際でも14と16どっちの方に今肘を置いてますかって言われたら何て答えてます？わー、五分じゃないっすか。まあこの結構16頑張ってるんですね。五分を、僕名前がしない感じかと思ってました。いやいや、五分をどう取るかですけど、あの変な話、人種によって分けてもらってますね。あの例えばですけど、ちょうど行月のフィナーレの、PD チェックが始まるんですけど、ここから、はい、まあ、グラフィックスリソースを抜いたのチェックを抜いたコンテンツやシナリオのチェックで今253時間確保されたんですけどスケジュール、もうこの間は16はもう吉田の稼働が取れないので、もうその前にチェックするものは全部チェックして、あの会議するものは全部会議してみたいになって、もうその253時間ははいこれ仕事ですって、そんなスケジュール決められて働いてるんですか今。はい、すげえ。もう時間の奪い合いですからね、きっと各チーム。え、役員ですよね。はい。え、でもほら、人間労働時間って1日8時間らしいじゃないですか。らしいですね、はい。253、はい、ここ労働してくださいって、はい、それ、取締役じゃなくてスタッフですよね。うん、いや、でもそうですよ、ね。まあでも吉田さんは取締役がだって、実機チェックしちゃダメっていうルールはないじゃん、だって。まあ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 、そうですけど。ルールはないけど、やんなくてよくね。いや、ダメですよ、それは。プロデューサー兼ディレクターを名乗ってる以上は、やらないとダメですよ。そっち、取締役の前でそっちですもん、だって、肩書き。あ、順番あれ大事なんだ。俺大事です、大事大事。うんうん、一番最後ですよ、取締役は。へー。でもそういう意味だと、陰にプランナーとか、あるんですよ、雑用とか、プロジェクトマネージャーみたいなこともやってるから、うん、そういうレイヤーの仕事があって、その先にプロデューサーっていうのとディレクターっていうのがあって、その次に第三開発事業本部本部長っていうのがあって、その次に執行役員っていうのがあって、その上に取締役があるんで、あの外してっていい優先順位はこの通りです。そっから外してっていい。ああ、そうそうそう、こっからもうなんか別にいつでも取ってればいいよみたいな。たまになんかその人生相談みたいなやつ受けて、なんか好きな仕事をやりたいんですけどとかで、うんうん、でも契約社員なんで正社員じゃないんですみたいなので、うん、吉田さんの話をすることがあるんですよ。見た見た、それ見た。あ、ました。その契約社員で上がってって取締役になった人いるんだよみたいな話を僕してるんですけど、はいはいはい、その取締役になってもそんな働いてるの見たらみんななりたくないじゃないですか。だからうちのチーム、その頑張りますとか、そのここの部分はもう俺が引っ張らしていくんで、もう吉田さんはここもういいですよ、あの困った時だけ相談させてくださいって言ってるくれるスタッフもどんどん育ってるんですよ、育ってるんですけど、うんうん、吉田さんのようにはなりたくないです。それはね、ちょっと悲しいから、そんな感じですよ、ね。なんかできる気がしないのと、なりたくない人になっちゃってますよね、うん。